どうもこんにちは、レレです。まずは、長いシーズン1年間お疲れ様でした。清水エスパルスを応援してくれた方々、そしてリサロアキラシルバーノを応援してくれた皆様、本当に1年間ありがとうございました。というわけでね、今回の企画はなんですけど、それにちなんで1年間応援してくれた皆様にプレゼント企画をやっていきたいと思います。イエイ。今ね、こう目の前に見えてると思うんですけど、10名の方々にはこのカードの、この自分のね、カードにサインを書いて渡したいのと、3名の方々にはこの色紙に僕のサインを書いて、あとメッセージも書いて、で、最後1名の方にはこのスパイクにサインを入れてプレゼントしていきたいなと思っています。それではね、早速サインしていきたいと思います。レッツゴー。じゃあまずはね、カードからサインしていきたいと思います。じゃあね、書きやすそうなやつ、まあこれが一番書きやすそう、これからやっていこうかな。これ、いきます。俺のサインね、顔があるからね、結構ね、かわいいってよく言われるんですよ。どうですか、かわいいですか。お前に聞いてる。そうなの、敬語だから分かんなかった。続いてこちらやっていきますか。これね、スパイクが多いからね、何戦だろうな、前期なんでね、多分ね、福岡戦か、福岡戦かな、多分。福岡戦はね、最後ロスタイムに追いつかれちゃってね、サロモンソン選手のスーパーフリーキックで勝ち点1に終わった試合だったんだけど。スパイクはいくつ持ってる？スパイクいくつ持ってるかな。いやでも、ニューバランスさんからありがたいことにね、いただいてるんで、提供していただいてるから、あの壊れたらすぐ送ってもらえるから、何足とか数えたことはないんだけど、困らないように常に用意してもらってますね。これもね、実は同じ試合なんじゃないかなって思ってんだよね。全部福岡戦なんじゃないかっていう。楽したね、絶対カード作った人楽したね。はい、カード書き終わったよ、イエイ。これ10枚でね、プレゼントをね、当ててもらいたいね、しっかり。たくさん応募してほしい。続いては、色紙にサイン入れていきたいと思います。色紙当たった方には、その時に DM するんで、入れてほしい名前だったり、メッセージとかあったら、ぜひ、要望に答えていきたいと思うので、言ってください。じゃあ、書いていきます。色紙ってね、俺のサインってね、こうぐるんぐるんっていくから、こういう平面が一番書きやすい。マジで、うわ、完璧完璧。この前もうサインのさ、なんかのカードにさ、俺のさ、サインが入った状態で販売されるみたいなやつがさ、あってさ、一気に100個ぐらい書いたの、サイン。もうなんかゲシュタルト崩壊みたいな感じでさ、もう自分何書いてたか分かんなかったね、途中。今日は大丈夫。今日は大丈夫、まだ。今とかね。はい、こんな感じです。
それでは最後に大鳥のスパイクにサインを入れていきたいと思います。まあ、これはね、本当に正直思い出深いスパイクで、まあ、これ忘れもしない6月23日のアウェーベガルタ仙台戦で J1 初ゴールを奪ったスパイクなんでね、まあ、これは当たった人にはぜひ大切に飾っていただきたいなと思います。じゃあサイン入れていきます。はい、こんな感じです。入れました。書き終わりました。それでは最後にね、応募方法について説明していきたいと思います。まずは、Twitter と Instagram のフォロー、そして、この YouTube の動画をのリンクを貼った、ツイートを後日するので、そのツイートを、リツイートといいねしていただくと。で、ここ気をつけてほしいんですけど、鍵アカの人は、こちら側からリツイートといいねを見ることができないので、どうか、この年内の間だけでも鍵を外していただけると、助かります。お願いします。そして、当選した方にはこちらから DM をさせていただくので、そしたら、ご自身のお名前と住所を書いていただけると、後日そこに僕が発送させていただきたいと思うので、その辺の、理解をよろしくお願いします。もちろん、悪用したりはしないのでご安心ください。それではたくさんのご応募お待ちしております。ではバイバーイ。